飛びすごい。おはー。白飛びるするね。おはみほ、おはようございます。髪結んでみた。今めっちゃ急ピッチで。どうでしょう。なんか遅れ毛の感じが変わるから。よきぴよ、かわすぎ。でもね、白飛びするわ。黒のパーカーはなんか持たなきゃ。これでも持っとくか。おはー。今日はね、首詰まるなんか服をね入れたかったからね、髪を結んでみた。おはよう。見て、パーカーとこれ合わせてみた。これさ、緑色持ってるの最近思い出して着てみた。でも配信だと白飛びしてしまうという。なんかここにさ、緑が入っとうけんさ、ラインが緑合わせたら可愛いかもしれんと思って合わせたらめっちゃ可愛かった。今日はちょっとラフだけどみたいな格好にしてみた。でもすごいさ、白飛びしてるから目とか茶色く見える。なんか助け舟助け舟。髪結べた。おはよう。白飛びすな。白飛びせんかったらこんぐらいの色合いです。いい感じです。あ、ちょっと収まった。白飛び、それともライト消す。いや、あれだな。メンズライク女子いいですか。これも長いっけ、結ぶか、リボン。なんかしかもさ、髪の量減ったけんかな、なんかさ、この状態で髪結んだらめっちゃ小顔に見えるんやけど、なんか頭ちっちゃく見えるんやけど。あ、片方だけなんかかった。ほ、こっちが長いな。おはみほー、おはよう。ちょっと今日は30分だけですけど、ちょっと朝用事あるので。なんだこれ、なんでこっちが短いんだ。オッケー、見て、短っしんど。ここ短いけどさ、ラフな感じは出したいからピンは止めずにあえておるんだけど、ちょっと巻いてみた。ここも適当に。でも落ちてくる髪の毛が。もう今日は前髪ももう固めたっていう。コイラジまで果たしてこの美女は持つのかどうか。白飛びすな。手を出しとこ。ちょっとリップを、暗めの色を入れてみよう。チュチュルチュルチュチュルチュルチュルル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 。こいラジ、お便りお待ちしてます。前回はみちゅさんの代わりに水曜日に出たんですけど、今回は月曜日なので担当曜日なのでね、いっぱいくださると嬉しいです。なおさらあ、この体勢が白飛びしにくいね。よいしょ。ぜひくださると嬉しいです。もう読み切れないくらいあるよみたいなのが嬉しいので、言ってくださるので、アナウンサーさんありがとう。こいラジ頑張れ。その時間私もお仕事頑張れ。ファイオ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 、ぜひ送ってください。お待ちしてます。
読まれなかったら心の中で読まれてると思ってください。あの放送外で読んでるので全部。今日のお題は服のこだわりみたいなやつですね。例えば寒い時期にモコモコ靴下絶対履くとか、この服を合わせるときはこれを合わせるとか、今日みたいに私が首が詰まる服のときは髪を結ぶとか、とかですかね。ラジオ送ってたしやるか、やるしかない。しかもいいテーマじゃないですか、合うテーマ。あ、そう、カレーうどん食べるときは黒い服、そういいよ。今日私カレーうどん食べれるね、じゃあそんな感じで、ちっちゃなこだわりとか何でもかんでも何でも大丈夫です。ちょんちょちょんちょ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 ん、この緑マジかわいいね、初めて来たこれちゃんとこれ緑とオレンジのこれ買ってるのに全然着てなかったんですよ。なんか何に合うとかやなと思って買ったけど、可愛いけどって思っとってやっと忘れました。パッパッパッ、よいしょ。この前も言ってたよね、スウェットとかにも合うよって、パーカーにも合うよ。今季もグリーン流行ってる。おー、じゃあよかった、たまたま。これはね1年半前ぐらいに多分買ったけど、ほぼ1回も着てないみたいなやつで、生地もね若干あったかい系なんでね、今のうちに着とこうと思って。めっちゃ可愛いんじゃが、嬉しいんじゃが新じゃがになっちゃった。緑ね、いいよね、パセリ色だし。でもこれ、あ、お、お、なんかこのパッカーめっちゃ丈長いんですよ。ほら、もうワンピースぐらいある。下は白のスウェットパンツにしました。で、私の大好きな、あの、私結構骨盤隠したい系女子なんで、骨盤隠れる系丈っていう感じなんです。なので嬉しい。これこのパッカーも久々に着たかも。実はなんか知り合いが作ってたパーカーなんですけど。ね、ビッグシルエットいいの。このタプタプ感が。わりかわいい、やった。イエイイエイ。イエイイエイイエイ、ウォー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 イエイイエイウォーウォー、トゥルルトゥ。最近なんか若干スウェットパンツになんか惚れてきて、なんかすごい参考にしているスウェットパンツのコーデとか。何何コート、なんだろう、好きそうって気になり。なりなり、160でビッグシルエットって難しい。なんかね、このパーカーはめっちゃ丈いんだよね。これ何なんだろう、あれなんか男女兼用なのかな、わかんないんだけど、の中の多分 L とか XL かどっちかなんだよね。だから結構いい。でも袖はそんなに長すぎずだし、でもこれお尻は隠れるし、めっちゃ好き。私お尻隠れるぐらいのパーカーが好きだから嬉しい。ハーフコート、へえ。私一個気になってるやつある。なんかコートっていうか羽織ぐらいの気持ちだけど、なんていう名前のやつだったっけ、昨日調べたんだけど、チュルル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 ル、あ、これかな、あ、違うわ、検索履歴のこと
いつ調べたんだ最近。あったミリタリーベスト。でも似合うか分かんないから、まあ、買うっていうとこまで行ってないんやけど、ミリタリーベストをなんかスウェットとかパーカーの上に着とるのがめっちゃ可愛いなと思って、ちょっと分かりますか、色これだっけ、なんかベージュ系がいいんやけど、参考画像、あ白系がいいな。お仕事いってらっしゃいませ。ミリタリーベスト春かな、これは。でも着るのどうなんだろう、いつ着るもんなんか分かってないんやけど、ミリタリーベスト、そう袖がない、こんなん、なんかスウェットとかパーカーに合わせてめっちゃ可愛いと思って、ベージュベスト、ミリタリーベスト、可愛くないですか、なんかおしゃれ、なんかそう、なんかスウェットとかの上に合わせるだけでなんかスウェット感がなくなってというか、めっちゃ可愛いなと思ったんだよね。一度着ると便利すぎて脱げなくなる、そうなの、やばい。ダイワのベスト、ベストばっか欲しがるやん、どういうこと、私たち何これ、これおしゃれ、うん、わかんない、トゥルトゥトゥルルッテテ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 テ、あ、そう、こんな感じのが欲しいんだ、ちょっと首つまり系のやつが欲しいんだ、首どっちにもできるんだ、これこれですね、この方の顔は隠そう、がこんな感じの、あ見えない、こんな感じの欲しい、ほらこんな感じもいい、スウェットにこのミリタリーベスト、白系だね、白かベージュのミリタリーベストで可愛いのがあれば教えてください、めっちゃ可愛くない、なんかさこのベストを着てなかったらもしかしたらこれは結構だるぎに見えるというか、そんな格好なのにこのベストを着たことによりちょっとおしゃれさんみたいな感じで可愛いなと思っていや、ダウンベストね、私あんま似合わなかったんだよ、なんかお姉ちゃんの一回なんか着たことあって、なんかダウンの生地あんま似合わないのかも、ダウンも一個買ってみたんですよ、そしたら全然似合わなかったから、そう知り合いにあげようと思った感じで、つらし、つらしすぎる、マジつらし、そう、ワークマンとかなりそう、違うよ違うよって変化違うよ、こんな感じで首つまらせて着るのも可愛い、襟をなんか立たせれる系も可愛い、うん、めっちゃ可愛いんだけど、これ欲しいんだが、めっちゃこの人のめっちゃ欲しいんだが、どこの何なのかわからないんだけど同行の何かわからないんだけど、どこの何なの、ちょっとインとか鳴らだしてそうな、まあ服のためなら、まあある程度までは出しましょうって思うけど、シュタインって読むんだね。じゃらららん。
めっちゃアウターがいっぱい。あーね、なかなか値段がありますね。ね、春服の季節、そうだね。だからさっきのベッ、さっきのお姉さんのベージュのベストめっちゃ可愛いんだけど、どこの何みたいなね、分からんねんっていう感じなんですよね。頑張って探し、画像検索とかしようか。めっちゃ可愛い。フィッシングベストって何だ、釣りの時のってこと。ワンチャンそれをおしゃれに着こなしとる説ある。じゃらんじゃ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 ん。え、このワンピースも可愛い。なんか今セレクトショップを見つけた、なんか可愛い。昨日ベストはなんかどこにあんだ、このショップかもしれんってのは見つけたけど、にゃん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 。あ、これ違うか。とまあこんな感じで服を探しています。これワンちゃん、これワンちゃん、これこれ違うか、違うな。ミリタリーベストで可愛いのあれば教えてください、お願いします。ちゃんちゃっちゃっちゃちゃっ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 ちゃ、なんかちょっとアメリとかそういう系統の服とかもちょっと好きになってきたし、でもちょっとこういうなんかメンズ感あるやつも好きになってきたし、なんかちょっと前ともちょっと雰囲気を変えてって感じでお願いします。今日母パン巻いたんだよね。でもめっちゃアホ毛落ちてくるから、ほらもう落ちとるもんね。だけどちょっと時間ワンチャンあればやまないかな、変えようかなと思うけど。アビレックス、なんかパパが買ってたような気がする。それはあったかそうな上着とかありますよね。かっこいい系のやつでしたよね。なんかあの映画がなんかテーマになってたやつ、なんだったっけね、トップガンだ。見たことはないが。うなちさんバラありがとう。チュン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 、もしこの世界から光景が消えたら、あ、そういうことなんか。どうぞ。今日もこの後あったかいスープかおいこすか迷っていますが、朝ごはんを食べて行ってきたいと思います。今日は結構一日中動き回るかなって感じなので、お仕事とか自分の用事とかで。頑張っていこう。やばい、また壊す、また壊す、やばいやばい。思ったより声出てて、そうなんか昨日の夜は結構喉痛い、やばいやばいと思ってたけど、寝たらちょっと良くなるんですね。でも喉ぬるマスクがもうあと1個しかないから、これはなんか大事な、本当に次の日喉めちゃくちゃめちゃくちゃ使う、なんか大事な時にしようと思ってまだ取ってあるんですけど。ランランランラランラン。そうなんです、皆さんも健康に気をつけて。かんちゃんティー紅茶ありがとう。そう今日、そうソラハさんと2人でデートする予定が、そうなんです。なんか前日にお仕事入ったりとかよくあるんですけど、それが起きてしまいました。悲しい。2人でランチする予定だったんですけど、チェ頑張ります、その分仕事。
スープを温めようかな。ちょっとスープスイッチ入れよう先に。薬があるから朝ごはんをちゃんと食べなきゃいけないという使命感がでもある。よし。その椅子二人掛け、いやあのね、あの一個一個孤立してる。あのキャンプママと一時期めっちゃキャンプとか、あとドライブ行った先でなんか紅葉とかが広がってるとこに椅子置いてランチとかしたいよねみたいな話してこの椅子買ったんだけど、全然してないんだよねキャンプとかっていう椅子です。折りたためる、だからじゃあこんな感じのそうなんだから、ここになんかソファーみたいに置いてあるんです。私これで寝れるもん、ね、そうなの。おしゃれな使い方本当。だからなんかソファー代わりにしてます勝手に。ドド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 ド。まもなく55分からランキング読もうかなと思います。最後に言い残したことがあればコメントどうぞ。もうちょっと巻こうかな、もうちょっと巻いて終わる。これキャンプならお付き合いやった。でもやっぱキャンプよりグランピングがいいかな。何でも用意されて。キャンプ用ならパタゴニア、もう大丈夫です。洋服はキャンプと関係ない、大丈夫です、ありがとう。パタゴニア、パパがめっちゃパタゴニア好きな時期があって、めちゃめちゃパタゴニアの服しかねえだろみたいな時ありたな。なんか懐かしいです。今もワンチャンそうかもしれないけど、ほいさ、人生一度はパタゴニアハマる。やっぱそうなんだ、男の人は特にそうなのかな。しかもパパとかも着れるし、若者も着れるしみたいなぐらいじゃないですか。なんかおしゃれに着れるし、でもちゃんとなんか生地とかもなんかちゃんとしとるしみたいな感じで、そんな感じがする。勝手なあれですけど、偏見というかあれですけど、可愛いよねパタゴニア、あったかわいい。なんか生地めっちゃしっかりしてほしい。アイロンを直します。よいしょ。ドゥルドゥルル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 ルね、そうだよね。え、サラビキ出たの珍しい。なんかそういう系統じゃないから。そうなんだ、投げちゃいました、すいません。事後報告ということで、もうそろそろランキングを読んでいきたいと思います。レッツゴー。では、しまって、先巻いた髪固めよう。固めすぎてよくわからなくなっていくかもしれんか。よ、これも置いとこう。ではランキング読んでいきたいと思います。ではいきます。22位のみほりん賞は高広隆さん。13位はカエル班長さん。12位ゆうのくん。11位エリックさん。10位神谷敦さん。
9位修理屋さん、8位ガッチさん、7位キヨさん、6位カンちゃん、5位オロチさん、4位ディノットさん、3位ジトクさん、2位竹まつるさん、そして第1位はライチさんでした。ありがとうございました。ただ今ふと思い出したんですけど、もう7並べの先月のランキング書き終えてるんですよ実は。なので今日明日明日ぐらいのどの日かで読み上げようかなと思いますので、まあ、でもみんなが来れるのは多分夜配信とかかなと思うんで、夜配信どれかの夜配信で読み上げますので、もうすぐだと思っといてください。お願いします。間に合った間に合ってないけどありがとう配信ありがとう、こちらこそ朝からありがとうございます。ということで、最後にじゃんけんしたいと思います。最初はゴー、じゃんけんチョキー、ありがとうございました。イエーイ。今日夜配信わかんないです、できるかもしれんしできんかもしれんけん、ちょっとわかんないですけどメールで言います。ではまた会いましょう。バイバーイ。